1年生の春、夏、秋、冬。春、入学式。4月になって桜の花が咲きました。待ちに待ったしゅんちゃんの小学校の入学式です。はい、笑って笑って。お父さんが記念写真を撮りました。しゅんちゃんは1年1組、先生は田中美奈子先生です。皆さん、入学おめでとう。ここが1年1組の教室です。お友達は全部で30人です。楽しいクラスにしましょうね。机の上には新しい教科書や黄色い帽子が載っています。みんな緊張した顔で先生の話を聞いています。その時、誰かがしゅんちゃんの背中をツンツンとつつきました。振り返ると後ろの席の男の子、俺、良太郎。男の子はそうささやいて目尻を下げてニコッと笑いました。良太郎くんはしゅんちゃんが1年生になって初めに名前を覚えた友達です。今日はお兄さんお姉さんが1年生を迎える会を開いてくれました。しゅんちゃんたちが花のアーチをくぐって体育館に入っていくと大きな拍手が響きました。入学おめでとう。仲良くしようね。わからないことがあったら何でも教えてあげるよ。2年生のお兄さんお姉さんが1年生の時に育てた朝顔の種をプレゼントしてくれました。嬉しいな。綺麗な花を咲かせてね。今日は身体測定です。保健室で身長や体重を測ります。順番に並んでいると後ろの良太郎くんがしゅんちゃんの背中に指で字を書きました。いやあ、くすぐったんよ。なんて書いたかわかる？もう一回、もう一回。あ、わかった、詩だ。そう、しゅんちゃんの詩。じゃあ今度は僕だよ。なんだろう。あ、わかった、りだ。そう、良太郎くんのり。しゅんちゃんと良太郎くんはクックックッと笑いました。今日はおまわりさんに道路の安全な歩き方を教えてもらいます。しっかり勉強しましょうね、と田中先生が言いました。運動場に信号機が置かれ、横断歩道の渡り方や歩道の歩き方を習います。右見て、左見て、もう一度右見て、それから手を挙げて横断歩道を渡るんだよ。そんなの簡単簡単、もう知ってるよ、と拓也くんが言うと、おまわりさんが、知ってるだけじゃダメだよ、できなくっちゃね、と優しく言いました。今日は楽しい遠足です。動物園でいろいろな動物を見た後、青空広場へやってきました。ああ、お腹すいた。お昼のお弁当は班ごとに食べます。しゅんちゃんはたくやくんと萌ちゃんとさやかちゃんの4人で丸くなっておしゃべりをしながら食べました。しゅんちゃんとたくやくんはおむすび弁当、リュックの中にはお菓子も入っています。ほら見て見て、萌ちゃんのお弁当はパンダの形の海苔が乗っています。
さやかちゃんのタコウインナーは踊り出しそうです。みんなでお弁当を見せっこしたり、お菓子を交換したりしました。お母さんやお父さんがみんなの勉強の様子を見に学校へやってきました。みんな嬉しいような、恥ずかしいような、変な気持ちです。なんだか体がコチコチになって緊張します。はいと手を挙げるときドキドキします。後ろの方が気になってキョロキョロ。行太郎くん、後ろばかり向いてないで前を向いてください。田中先生が行太郎くんに注意しました。だって俺嬉しいんだもん、父ちゃんが来てるんだぞ。行太郎くんがそう言ったので大笑いになりました。しゅんちゃんもちらっと後ろを見ました。いつもよりおしゃれなお母さんが胸のところで手を振ったので思わず V サインをしました。今日からプールの授業が始まりました。最初にしっかり準備体操をします。さあゆっくりプールに入りましょう。萌ちゃんは水に入るのが怖いと言って先生にしがみついて離れません。行太郎くんはドボーンと飛び込んで叱られました。水をかけ合ったりバタ足をしたり、顔を水につける練習をしました。最後にプールの中を電車みたいにつながって歩きました。みんなキャッキャとはさいで楽しそう。萌ちゃんも笑顔になりました。しゅんちゃんたちが入学して3ヶ月が過ぎました。1年生を迎える会でもらった朝顔の種も大きく育って、ピンクや紫の花が咲いています。萌ちゃんの朝顔には手のひらより大きな花がいっぱい。毎朝忘れずに水をあげて偉かったわねと田中先生が言いました。みんな感心して眺めます。もうすぐ夏休みです。朝顔は家へ持って帰ってたくさん花を咲かせてくださいね。今日は待ちに待った運動会です。よーいドン。1年生の 50m 走が始まりました。しゅんちゃんの出番は6番目。胸がドキドキします。パーン。ピストルが鳴ってみんな飛び出しました。早い早い。しゅんちゃんは2番目です。白いテープが待っています。スピードを上げようとしたが足がもつれて、あっと思った時にはもう転んでしまいました。みんなが追い越していきます。しゅんちゃんは泣きたいのを我慢してゴールに飛び込みました。ビギで悔しかった。席に戻ると行太郎くんが玉入れで頑張ろうと肩を叩きました。1年生の玉入れを始めます。ピストルの合図で赤い玉と白い玉が青い空に飛び跳ねます。しゅんちゃんも玉を投げますがなかなか入りません。しゅんちゃん、こうやって放り上げるといいよ。行太郎くんが玉をたくさん抱えてえいっと投げました。するとカゴに2個入りました。すごい。よし僕も。しゅんちゃんは両手でたくさん持って1、2の3、入った入った。いっぺんに3個も入りました。やめーの合図で玉の数を数えます。1、2、3、
し、みんなで声を合わせて数えます。赤45個、白40個。この勝負、赤の勝ち。やったーやったーと、両太郎くんとしゅんちゃんは手を取り合って飛び跳ねました。今日は学校の畑で芋掘りです。見て見て、こんなに大きなお芋。大ちゃんが大きな声で叫びました。僕のもほら、私のも見て。次々に土の中からお芋が顔を出します。あっちでもこっちでも歓声が上がります。ピャーミミズ、萌ちゃんが悲鳴を上げました。なんだこんなの。行太郎くんがミミズをつまんで萌ちゃんに差し出しました。女の子たちは悲鳴を上げて逃げ回ります。行太郎くん、やめなさい。田中先生に叱られて、行太郎くんはペロッと舌を出しました。ミミズは土を耕して野菜がよく育つようにしてくれるんだよと、畑を貸してくれているおじさんが言いました。しゅんちゃんはお母さんにスイートポテトを作ってもらおうと思ったが、よだれが出そうになりました。発表会はドキドキします。しゅんちゃんたち1年1組は劇を見せます。しゅんちゃんは小さな魚の役です。小さな魚たちが集まって大きな魚になって動きます。舞台の上をあっちへ行ったりこっちへ行ったり。行太郎くんの靴が脱げてポーンと舞台の下に落ちました。行太郎くんは劇をほったらかして靴を取りに行ったので、お客さんが大笑いしました。北風がピープー吹いています。今日から縄跳び週間です。寒さに負けずに外で縄跳び寒さに負けずに外で縄跳びの練習です。しゅんちゃんは続けて10回跳べません。続けて30回も飛べるたくやくんが、しゅんちゃん、もっと高く飛ぶと足がかからないよと教えてくれました。学校中の子どもたちがみんなで楽しむ学校祭り。体育館は大にぎわいです。しゅんちゃんたち1年1組のお店は魚釣りゲーム屋さんとペットボトルのボーリング屋さん。紙でいろんな魚を作りました。タイにマグロ、イカ、タコ、イワシにサバ。口のところにクリップをつけ磁石で釣ります。さあさあいらっしゃい、1回10円だよ。紙で作ったお金で遊びます。昔の遊びは地域の人が教えてくれます。6年生の教室でやってるお化け屋敷に行こうよ。女の子たちも賛成したので、しゅんちゃんの班はお化け屋敷に行きました。薄暗い中に笹の葉がゆらゆら。6年生がお化けの格好で次々に脅かします。骸骨、幽霊、狼男、一つ目こそ。最初ははしゃいでいた萌ちゃんとさやかちゃんは、キャー怖いよ怖いよと大騒ぎ。たくやくんとしゅんちゃんはケガケガ笑って、こんなのちっとも怖くないやと言っていましたが、冷たいこんにゃくがほっぺにピタッ。わあ、悲鳴を上げて逃げ出しました。3月になりました。桜のつぼみが少しずつ膨らんでいます。
今日は楽しかった1年生の思い出を絵に描きましょう。田中先生が言いました。何が一番楽しかったかな。僕ね、運動会が楽しかった。私は学習発表会が良かったわ。俺はプール、早く夏にならないかな、泳ぎたいよ。私は遠足、また行きたいな。みんな口々に言いながら絵を描き始めました。みんなの絵をこの教室に飾って新しい1年生を迎えてあげましょうね。新しい1年生が来たらどうしてあげますか。親切にしてあげる、優しくしてあげる。みんな目を輝かせて答えます。何でも教えてあげる、朝迎えに行ってあげる。田中先生は一人一人の顔を頼もしそうに見つめました。そうね、みんなずいぶんお兄さんお姉さんになったわね。しゅんちゃんたちはもうすぐ2年生になります。おしまい。